初日は緑の苦手な規定。演技直前まで山田コーチの指導が続きます。伊藤みどりさんの得点 2.9、2.9、2.9、2.8、2.6、3.1、2.8、2.9、2.9。 出足は悪く13位。予想以上の不出来でした。新聞の見出しにオリンピックへの信号は赤出たほどです。会場を真駒内アイスアリーナに移した2日目はショートプログラム。ショートプログラムとフリーは任せてください。緑はそう言ってリンクに向かいます。予言通り、緑は完璧な演技を見せ6位に浮上しました。オリンピックへの信号は赤から黄に変わりました。最終日はフリー。フィギュアスケートは非常な競技です。自分の出来は悪くても相手がそれ以上に悪ければ結果として上に上がれます。そして何よりもストップウォッチや巻き尺ではなく人の主観が採点の全てです。
上位選手が相次いで転倒する中で、緑も緊張していました。最初の3回転ジャンプの連続技で失敗。流れるようにとも言われるいつもの緑の滑りは見られません。得点は高かったものの、いくつものミスがあって、緑は浮かない顔でした。それでも総合で3位に入賞。オリンピックへの信号はギリギリのところで緑になりました。